こんばんは、平井弘明です。今回はですね、手首を使ってるか体を使ってるかのセルフチェックをやってみてくださいという動画を撮っていきたいと思います。どうやってやるかと言いますと、平井弘明のワンラップゴルフ、こうやってやります。こうやってやったら、手首使わないでクラブヘッドを動かしてください、手首を動かさないでクラブヘッドを動かしてくださいって言った時に、ハテナが出たり、あれどうやってやったら、え、手首使わないでどうやってやるんだろうってなったら、ボディーターンの人。あ、そうなんだ。俺なる。なる？これ体回したらこうやってヘッド動くじゃん。動く動く。そう、これボディーターンの人ね。ああ。そう。だから、ボディーターンって言い張ってて、こうやって、うん、今の質問して、うん、動かないって言ってる人は手打ちだから。あ、そうでしょ？そう。こうやって、手首こうやって。で、手首やんなきゃ絶対動かないじゃん。そう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 。うん、まあ、その、ボールを打つイメージをしなくて、うん、ただ、そのゲームとしてやってたら、まあ、何の意味もなくなっちゃうんだけど、あ、まあ、ボールを打つとして、イメージをして、こう、ボールを、角のボールをこう、パンって打つときに、手首使わないで、この空気のボールを打ってくださいって言ったときに、あれ？え、いや、手首使わないとヘッドをどうやって動かすんだっけってなったら、普段から手打ちをしてる人だ。そらそうだ。うん。でもね、これ意外とそのクラブを持ってもらって、そうやって言うと、うん、動かないっていう人が結構多かったの。いや、多いよ。あれ、え、どうやって、あれ、どうやって動かすのみたいな。動かないよね。うん。動かし方を知らない。うん。うん。だ、もちろんこうやってたら動くんだけど、うん、ゴルフのスイングとして考えるから、わかんなくなっちゃうんだよね。うん。これがこうリストを使ってこうやってヘッドを動かすことができれば、うん、手打ちの要素が入ってるから、うん、だからヘッドを動かすのが手首を使うタイプなのか体を使うタイプなのかだけだから、うん、いい悪いじゃないから、うんうんうん、そこで論争が起こってたりもするから ね聞いてるとするするする、うんうん、どっちでもいいから、うん、そうだからヘッドが動いてれば一緒だから全部っていう感じ、うんうんうん、そこでこうどっちがいい悪いじゃないっていうこと、そう、力みもそうだし、なんかもう何でもそう感じてきたんだよね、最近。そう、だから考えてる場所っていうか大事にしてる場所が違くて、うん、すごくね、なんか今日の人も、うん、バックスイングこうやって上がるのに、うん、クラブがトップで、うん、90度になった方がいいのか、こうやって45度になった方がいいのか、うん、90度以上になった方がいいのか、どれがいいんですかってわけ。うん、だ、いや、どの球打ちたいかによりますよ、つって。うん、だから、先にそのトップのかっこいい自分の気に入った角度を決めたって何の意味もないから、うん、そうだ、なんでそこを考えんですかって言ったの、うん、バックスイングの右の足もね、うん、こう引けたり、うん、踏ん張ったり、うん、なんかこうやって蹴っちゃったりとか、うん、うまくいかないんですけどって、うん、でうまくいかないのはいいけど、何の球を打とうとしてうまくいかないっていう判断をしてるんですかって言ったら答えられないわけよ。だからそこの収まり方を気にしてるだけなのね。あ、結構そういうのが多かったから、その大事な部分として捉え方がちょっと違うなと思って、うんうんうん、でも30年やってんだよ、ゴルフ、その方だから30年間意識する位置というか場所をちょっとずれてる感じはしたよね、話を聞いてて、うん、今のでも一連の話を聞いて思ったのが、うん、結局打ちたい球から逆算できてるかできてないかだけだよね。そうだね、全てがそこだけだね。ほんとそれはね、あるかな、それしかないと思うね。で、その逆算をおそらくしないよね、うん、しない。だって逆算しなさい、逆算してこの動きになるんですっていう動画が分かんない、見てないくて言っちゃうんだけど、なさそうな気がするから、うん、だってそれは動き教えてないじゃない。そうだね、スイング教えてないじゃない、うん、でそういう動画伸びないじゃない、だからやんないじゃない、うん、だからフォロースルー、うん、要はよく俺ターゲットにこうクラブとこう、うん、ヘッドをこうやって向けてください、出してくださいって言うじゃない、うん、でヘッドの出し方、うん、結局右が背屈してたら、うん、ターゲットはずっと向かないわけじゃん。そうそろそろ。こうやって、うん、要はこれが腕とクラブがまっすぐなの、うん、そうするとターゲットにさ、こうやってさせるわけじゃん、うん、でもさ、これがさ背屈してたらさ、ずっとさせないよね。そうだね。出してくださいっつって何十回これだったので、しかもクラブも何にも持たせないで、この
素手の状態でターゲットをこうやって親指がこうやって向いてくださいって言ったら全部こうなのね。親指どこ向いてますかって言ってんの。で、いや親指ターゲットに向いてるって言ってこうやってやってんの。で、向こう向いてんじゃん。そうだね。そう。だからもういいや。そういう感じ。だから、その、自分のやってることの意識が低すぎるわけよ。レベルが。だからもっと、自分が何をやってるかをもっとはっきり自分で見なきゃダメ。それがね、すっごい多かったの。だからアプローチも、そのターゲットに対して、こうやって、こうやって打ってください。向こう向けてくださいって言ったのが、全部こうやってある。それはそう。そう。で、左飛ぶっていうのは？いや、それは左に。で、振ってるもんね、左に。そう。だから左飛んじゃうよね。うん。左に振ったら左に飛ぶ。そうだよね。右に振ったら右に飛ぶ。右に飛ぶよね。うん、それなんか前回もその話したけど、うん、ボール投げるときに。そう。こっちにこうやって投げないよね。向こう向くのに。投げる。投げたかったらね。そう、向こう投げたかったら。右に投げたかったら今左に投げる。そう、やるよね。そうそうそう。うん、そう、そういうことが、だから自分の理想の形をもう先行、一番上に来ちゃってるわけよ。うん、合ってる合ってない別としてね。うん、だから、打ちたい球と理想のスイングがもう違うから、うん、ね、それはナイス出ない。そうだね。すっごいクラブが緩く握る方で、緩く握るのはいい。うん、だけど、こうやって、こうやってね、ためができて、ためができて、こうやって送れるの。緩いから、こうやって。はいはいはい。そう。こうやってね。で、それで、その原因としてなってることをちょっとやらせてもらいますけど、ちょっとこうなりましたよっていう。それでこう、シャンクが出てたんだけど、そう、その右がとにかく緩い、手首が緩いし、この、ここにこう、ピタッとね、戻ってこれない。で、戻してますよって言って、ここで戻してる。ここで。はいはいはい。ボールはここじゃないって言ったの。ここじゃない。そうだね。ここに、こうやって戻んなきゃいけないでしょ。そうだね。そう。で、体が回転するわけじゃん。うん、そう。それが、形と、動きと、説明しても、わからない。だから、時間をかけましょうと、言って、でも、理屈がわかれば、理解してくるんだけど、その最初理屈がわかんないから、なんでそうやってなるのかがわかんない。要は、その人の頭の中では、ラグを作って、ここでこうやってラグを作ってるだけだと思ってるわけよ。うん、だから、こうやってリリースしたら、こうなるじゃんと思ってるのね。うんうん、だけど、体はどうやってますかって、回ってるよね。うん、だ回ってたら、ここでやってもここに来るじゃない、うんうん、それが分かってない。あら。だから、全部が単独になっちゃってるから。あうん、一連の動作なわけじゃない。うんうん、だそういう理解もないとダメだし。うん、だからすごくそのね、動きと、実際の動きと、動こうとしてる理想の動きと、っていうのがもう、やっぱり、ね、毎回同じこと言うけど、一致させなきゃいけないから、そういうのがね、すごくずれてる方がやっぱ多い。力感もそうよ。うんうん、だから何ヤード打とうとしてんのかっていうのが、はっきり伝わってこない。例えば、50ヤード打とうとしてんのに、こうやって打っちゃったり、100ヤード打とうとしてんのに、こうやって打っちゃったり、うん、もう逆すぎて。だそういうのが、もうぴったり一致しなくてもいいけど、やっぱ近いものになってないといけないから、だから自分の動きを本当に理解しなきゃいけない。うん、それは本当に思いますね。早く北海道に行きたいなと思ってます。美味しい。吉牛とサイゼリアを。そうだね。だってそんなもんでしょ、まだうちらは。そう。ね、そうレベル的に。そうそう。そう。そんなあの、何、海鮮の玉手箱みたいな、ああいうのはまだいけないから。いや、宝石箱食べたい。宝石箱、そうそうそう。宝石箱。食べたい。食べたいよね。食べたい。だから、ディスプレイの写真を撮って、それを机の上に置いといて、うん、スシロー行けばいいんだ。そうしよう。それが一番いい。そうしよう。ヘッドを動かすことはまあ大前提なんで、そのヘッドの動かし方をまあ体がやってるか手首がやってるかの自分で認識をするということですね。どっちも正解なんですよ。ヘッドが動いてればいいんで、そう。だから別にどっちでもいいんで、その自分はどっちでやってるかっていうことで枝分かれしてくるんですよ。行く方向が。
だから決めなきゃいけないというか、分かってればいい。もちろん両方できてもいいですし、うん、だから決める必要はないので、今どっちをやってるかが知ることが大事ってことなんですね。そういう、まあ、お客様が結構多かったんで、まあちょっと今回動画にしていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。